皆様こんばんは。今日は2020年4月19日日曜日です。まずニュースですね。今まで中国ではパスポートを申請するのは自由でした。身分証明書と戸籍証、家にありますけれども、写真を撮ってですね、持っていくだけでした。先週からですね、ルールが変わりました。パスポートを新規の申請、あるいは更新するときですね、要件も審査されることになります。理由は、観光なら、行く飛行機のチケットの予約書類ですね、泊まり先の書類、滞在先のスケジュール表などが、要求されます。以前はですね、そんなことは、書かなかったんですけれども、今後はいるようになりました。やはりですね、これからできるだけ海外へ行かないようにするのですけれども、今日昼で言いましたが、政府はいたずらしようとするならですね、簡単です。手続きを複雑化にします。そうすることでややこしく感じさせます。申請審査に時間がかかります。それで諦める人も出てきます。いつもならですね、2週間以内パスポートの発行ができました。今回の話を聞きましたけれども、1ヶ月以上かかると。例えば、チベット、ウイグル族の方は、パスポートの申請はできません。ので、中国人は今までですね、今自分の権利を捨てているのと同じです。チベット、ウイグルに対してですね、無視してきました。無関心でした。みんな同情もしていないですね。では、自分のことになると、同じく誰も同情してくれません。続きです。ニュースですね。昨日のニュースですが、最近、大型ショッピングモールは、閉店する日にちが、決まってきました。ワンフージン百貨店ですね。ロッテ百貨店など有名な百貨店、ショッピングモールですね。はっきり言いますが、お休み、一時営業停止ではないんです。閉店です。3月31日、停止し、金箔アウトレットが閉店しました。2006年4月からオープンしました。今年4月30日、新陽にありますが、ロッテの百貨店が閉店することになります。新陽にあるロッテはですね、ロッテグループの海外で第7個の店舗です。ロッテにおいては中国で最も最大規模でした。8階建てです。地下1階と地上7階建てのですね。面積はですね、12.2 万平方メートル。お店を経営する面積はですね、中の店舗の面積はですね、7.3 万平方メートルです。店舗の数はですね、420個ありますね。中には、ロッテ百貨店、ロッテホテル、ロッテ屋内遊園地、ロッテショッピングモール、ロッテ映画シティなど、2014年の5月31日に、オープンしました。福州にあるワンフージン3月13日ですね、今年、5月31日に、もってですね、閉店となります。2012年にオープンされました。当時は国際的なショッピングモールでした。ワンフージン、北京にもありますね。あとは新高棟にあるショッピングモールは6月30日をもってですね、閉店しますと、病気の影響で2ヶ月も休みました。4月5日に、営業再開されましたが、営業再開した日に発表しました。6月30日に閉店しますと。このショッピングモールは2014年にリニューアルされました。あとはアモイですね。新達免税ショッピングセンターですね。今年7月1日に、7月1日に、
この日付で閉店となります。1988年32年間の営業をしてきました。アモイですので免税できます。アモイでは最も古いの高級百貨店だと言われています。では映画館ですね。昨日の日付で中国全国ですね、2263件の映画館が倒産になります。倒産です。営業停止じゃないんですね。倒産です。旧正月は一番儲かる時期です。当時はやはり、今年はですね、病気の影響で、ダメでした。3月に入って映画館は少しずつ営業再開となりましたけれども、でもかわいそうな数字です。3月22日だけですが、一つのスクリーンに対してお客様はですね、十数人です。一番ひどいところはお客さんはですね、一人だけでした。映画館も頑張りましたよ。チケットを300円にしていたり、ポップコーンをサービスにしたり、子供連れならおもちゃまでサービスするなど頑張りました。政府ももう大丈夫だよと、外出しましょうと呼びかけをしました。でもみんな見に行くのは怖いですね。まだ安心できないんですね。映画館はネットでポップコーンなど揚げ物の食べ物をですね、売り出しました。安くて美味しいと。でもダメです。それでもダメです。映画館の経営者はこれから半年間の回復を見込みがないと言いました。家賃、人件費、設備のこともありますので倒産するしかないと言っていました。映画館以外はどうでしょう。先日映画で動画で言いましたが、たくさんの製造業がお休みに入りましたね。中国では製造業ですね、大体同じ地域にあります。同じ市の同じ区にあります。集まります。その方が効率的です。運送も便利ですね。つまり工場の周りにあるのはこれらの製造業をサービスを提供するお店ですね。この工場に働いている従業員に対してのサービスを提供するお店ですね。例えば銭湯屋さんですね、麻雀屋さん、ネットカフェですね、ゲーム屋さん、 KTV、 カラオケですね、バーなどですね、すべて営業停止のままです。倒産するかどうかは今わかりません。閉店しているままです。なぜならですね、政府はまだ営業禁止だと言われています。人と人の距離が近い場所での営業はダメですよと言っていますので、まだ中国の不動産は危険ですね。中国では不動産は高いです。今はですね、少し下がりそうですが、政府が値段をコントロールしていてですね、これ以上下がらないようにしています。値段を下げて、登録しよう、不動産に登録しようとしてもできません。罰則されますのでできません。不動産も、そういうチラシあるいはネットに、流せないように、流せませんので。中国人は投資が好きですね。楽して儲かる方法をいつでも考えています。コツコツが嫌いでしょう。なぜならですね、教育と社会的な風習に関係あります。教育では以前の動画で言いましたが、小さい頃からですね、賄賂、人脈が大事というものをやはり見てきましたので、社会的な風習とはですね、やはり国がですね、80% の資源を、管理をしています。しっかり握っています。エネルギー関連する企業、生活に関わる産業ですね、例えば金融に関する企業ですね、すべて国が握っています。石油、電力、天然ガス、銀行、保険会社などなどですね、やはり国が一番お金持ちです。中国人にとってはあまり投資する機会がないんですね。実は株式市場は基本はね、詐欺ですから。以前の動画でも言いましたが、ラッキンコーヒーのことですね。あのような会社は、アメリカに上場してるんですけれども、
アメリカでもあんなことするっていうのは、もう中国の国内では、会計不正っていう会社はですね、普通ですよ。もう 100% 会計不正と言えるのではないでしょうかね。まだ、一人っ子政策ということで、男性が圧倒的に多いんですね。女性は少ないんですね。データがあります。2014年のデータですけれども、最近のはもう発表されていません。男性は7億人、女性は 6.67 億人でした。男性は女性より3300人が多いですね。そしてデータ上では女性の女性同士ですね、の恋愛が多いですね。なぜならですね、田舎ではみんな男の子が欲しいんですね。で、男の子が欲しいというのは、まず自分の名字後継ぎできると。で、やはり農村部、田舎ですので、働くのはやはり男性ですよね。やはり耕運期とかはまだダメですので、その力仕事として、家をね、家庭、あるいは家族を養っていくのは農産業ですね。やはり男がないと、いないとダメですので、やはり男が欲しいですね。で、女の子の赤ちゃんが生まれましたら、まあね、この間言いましたけれども、捨てられますね。現在、都会では、病院でですね、新妊婦さんの検診、妊婦さんの検診ありますね。妊婦さんの検診では、赤ちゃんの性別は、言わないようにしています。言うのはダメです。女の子だと言ってしまうと、中絶する夫婦が、多いですね。ので、政府が法律を作っています。妊婦さんの検診では、お腹にいる赤ちゃんの性別を言うのは禁止です。でも関係ないんですね。言っても言わなくても同じなんですよ。言って、中絶するを、選択しますね。言わないと生まれて女の子だと分かって捨てられます。どっちもひどい選択ですね。私の友達は出産の準備をしたいっていうことで、男の子か女の子かやはり準備するものが違いますので、人脈を使ってエコの検診の時ですね、教えてくれましたと。先生はお父さんに似ているんだねということを言えば、暗黙のルールでは男の子ですということですね。女の子はやはり、そういった施設に入れられると、社会的な差別などはやはりありますね。ので、人間への不信、あるいは男性への不信感があるなどですね。やはり心が、傷つけられるのは女性の方が多いですのでね。まだ一人っ子政策で女の子が生まれて、戸籍を、入れないんですね。戸籍に入れません。戸籍に入れるとですね、二人目は作れませんでした。ちなみにですね、一昨年から二人目を作ることは可能になりました。でも、ここで気をつけてほしいのは、二人目は OK です。三人目、四人目はダメですよ。はっきり言いますと、一人子政策は今ですね、一人から二人子までの政策になりました。で、戸籍もないので、女性はかわいそうですね。ので、この子たちは大人になっていくと、性格的にやはり、一部の女性はですね、心の病を抱えているというふうに言われてしまいますね。ので、女性は男性以上に一人が良いと、もしくは女性同士、同じ状況の女性同士が仲良いと、それはそれでいいと思います。本人が幸せであればいいと思います。しかしですね、男性は圧倒的に数が多いので、どうしても恋愛する相手はいないんですよね。結婚する相手がいないですね。で、ちなみに私の中学校のクラスでは、男性は18名、女性は4名だけでした。女性はやはりですね、貴重な資源でしたね。貴重な資源と言いますと、意味としてはね、女性が強いということですね。ので、結婚する条件は厳しいということですね。まず、男性に対して不動産を購入することですね。
自動車を購入することですね。あとは結納金ですね。地域にもよりますけれども、基本は田舎であればあるほど条件が厳しくなってきます。都会ならチャンスがいっぱいありますが、就職するチャンスですね。サービス業のチャンスですね。あと、起業するのチャンスですね。田舎では、やっぱりダメですね。ので、田舎での結納金は、高いと。よく聞く話ではですね、娘の結納金を息子の結納金にすることですね。これが、現在、娘さんがいればのいい話ですけれども、娘さんがいなければ、息子だけでしたら、大変ですね。ほぼ結婚は無理ですし、付き合うのも無理です。付き合う権利もないと言えます。紹介もしてくれません。都会では不動産を、住宅ローンを組みます。不動産を購入していいんですが、田舎であれば、やはり基本は、住宅ローンっていうのはありませんので、男性の家はやはり全額支払う必要があります。まあ、親戚から借りたりすることは可能ですが、少しずつ返していきますね。ので、中国の不動産は男性が結婚する時に必要なものになってきましたね。以前の動画では中国の不動産の話をしましたが、こちらでは省略いたします。今日のニュースですね。オーストラリアの不動産市場は連続1年間下がってきています。2011年以降ですね。一番低いところに、来ています。2019年、オーストラリアの政府ですね。外国人に対して、不動産を購入するときですね、高い税金を支払うことになりました。それとカナダの不動産市場ですが、今年3月から不動産が下がってきています。トロントでは特に下がってきていますね。外国の投資家を頼うというのは、やはりダメですね、と言っています。中国人がカナダで不動産を買わなくなると、あるいは外国人がカナダで不動産を買わなくなってくるとですね、40.7% の不動産が売り残る、そして、まあ、売れなくなるということですね。そして毎年増えていくと。ので、不動産の価値がですね、値段が下がります。次はベトナムですね。ベトナムの不動産は、市場ですね、急に熱くなりましたね。この数年間ですね、3、4年間くらいですね。相当の外国人を、頼っています。しかし、物件の周り、インフラ設備がですね、やはり完備していないということで、不動産の価値は、価値としてはですね、高すぎます。そして今回の病気のことでですね、ベトナムも、同じく被害を受けていますので、ホーチミン市ではですね、お礼をします。市内の店舗の家賃は2019年第一四半期と比べると、つまり去年の今頃と比べると、マイナスの 11.4% ですね、家賃が。市内でなければマイナスの 15.9% ですね、マイナス。今年の第一四半期にホーチミン市でのマンションの販売状況では、去年の第4四半期よりマイナスの 32% ですね。去年の年末ぐらいと今の頃と比べるとマイナスの 32% ですね。数年前ですが、ベトナムに行ってですね、マンションを購入すると、別荘として置いておく、置いとくという流れですね。流行りでした。行かない日ですね。空いている日は、民泊もできると、収益にも、なるっていう形ですが、これで見ると多分これからですね、厳しくなると思いますね。なぜかと言いますと、まずベトナムの方ですね、現地の収入では、物件を購入するには高すぎますね。そしてローンも組めないということですね。
そしてベトナムの土地の事情は特別なんですね。個人的な土地を大体みんな持っているので、その土地で自分の家を建てるとこの比率が非常に高いんですので、地元の人はマンションを買わないんですね。つまり世界中の投資家がそちらで投資したマンションはやはりゴーストタワーになってくると言われていますね。でも数ヶ月前ですね、ベトナムの一部の都市には新築マンションの値段が高くなっていますが、でも中古の物件は高いだけで売れません。ニューヨークのウォール街のニュースでは、中国の資本を頼っている国はですね、不動産において大変なことになると言っています。オーストラリア、カナダ、ベトナムなどですね。日本は大丈夫です。トータル的に日本の不動産は安いと言えます。例えば不動産を賃貸にするとですね、家賃の利回りなどを考えると、日本の不動産は、高くないですね。しかもこのインバウンドの関係でたくさんの投資家が日本に行って、投資もしましたね。あと都会なら、町中に建てられている、あるいは建設中の宿泊施設もありますね。どうして投資するか、やはり利益があるからですね。早くなってほしいです。本当に皆様はお体も大事にしていただきたいと思います。最後はいいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。